どうもです。今回は2024年秋アニメに私が視聴しようと思っている作品をただただ紹介していきたいと思います。参考になる部分は参考にしてください。ってことで早速、日曜日から参ります。一つ目、ワンダフルプリキュアということで、まあ、引き続き楽しく視聴していきたいなと思っています。二つ目、ラブライブスーパースター3期ということで、2期がね、ちょっと微妙やったんですけれども、まあ、3期はもう盛り返してくれることを期待して視聴していきます。三つ目、シャングリラフロンティア、まあ、こちら2期ということで、まあ、1期に関しましては、もう戦闘アクションは本当に C2C さん素晴らしかったんで、まあ、内容に関しましても盛り上がればなと思っています。4つ目、妻、小学生になるということで、こちらは私の母親がですね、もう絶対おもろいからと、ご利用ししている作品でございます。実写やってたんですよね、先に。実写でドラマやってまして、それが、まあ、面白かったということなんで、アニメに関しても面白くなればいいなと思ってます。5つ目、神の塔、タワーオブグッドということでですね、前のクール、夏クールにですね、ワンクール目やってまして、今回ツークール目でございまして、攻防戦が始まるっていうことなんで、こっから面白くなるんちゃうかなと、個人的には思っています。6つ目、村井の恋ということで、こちら独占作品ですね、ディズニープラスさんがね、もう独占してて、でもすでにディズニープラスさんだと全話配信されてるんですけども、まあ楽しく視聴できればなと思っています。7つ目、転生貴族、鑑定スキルで成り上がる。こちら2期というか、まあ、ツークル目というか、もう始まってますね。この前の日曜日に第13話放送されてましたけども、まあ、これだからアルス君は、みたいなね、そういうとこだよ、アルス君、みたいな、ヤナミちゃんに言われてしまいそうなね、第13話でございました。8つ目、プニルは可愛いスライムってことで、なんかめちゃくちゃね、ふざけた、なんか、女児が見そうなタイトルですけども、でもこれ東宝アニメーションさん作ってますから、まあ、すごい作品になるのかなと思ってます。ということで、以上8作品が日曜日で、それでは続きまして月曜日でございます。1つ目、来世は他人がいいということで、見ます。2つ目、夏目友人帳7期ということで、私ほんま最近夏目友人帳見始めたんですけど、毎回泣ける。本当に、ものすごい心に染みるなというところでね、7期もですね、楽しく、もう新参者ですけれども、視聴していきたいと思います。3つ目、精霊幻想記、こちら2期ということでね、主人公がめちゃくちゃ、キリとそっくりという作品です。月曜日以上です。続きまして火曜日です。1つ目、嘆きの亡霊は引退したいっていうことで、コメディ作品らしいですね。はい、見ます。2つ目、歴史に残る悪女になるぞ。もうこれ絶対見てくださいね、皆さん。第1話だけでもいいんで、ほんま見てほしくて、監督欄見てください。柳瀬監督でございます。柳瀬監督のですね、作品の第1話は、もう必ずと言っていいほど、絵コンテ、演出、作感、原画、全部柳瀬監督が一人でやります。で、脚本と、創作感だけ違う方入るんですけども、基本的にはもうほぼほぼ一人で作るんで、第1話は。ほんまに見てあげてください。私めちゃくちゃ柳瀬監督応援してますので、ほんと1話だけでもいいんで、見てください。よろしくお願いします。3つ目、天神さんちの縁結びということで、神様を信じていない男と、巫女さんたちのですね、ラブコメということで、甘々しいね、作品になりそうですね。以上が火曜日です。次、水曜日でございます。1つ目、アクロトリップ、見まーす。二つ目、やり直し令嬢は、竜帝陛下を今日攻略中ですかね。おー、見まーす。三つ目、ゼロから始める異世界生活ということで3期でございますね。正直な話しますけどもね、2期何やってたかほぼほぼ覚えてないというか、なんかエミリアが試練に挑戦しとったなぐらいの記憶しかないんですけども、まあ3期をですね、まあリゼロらしく、厳しい展開になるらしいんでね、はい、楽しく、まあ楽しく見れるかわかんないですけどもね、はい、期待しながら視聴したいですし、まあ第1話がね、90分スペシャルですから、はい、気合入ってるなと思いますね。4つ目、戦国妖狐、3クール目と、いうことでですね、これ3クール目めっちゃ盛り上がりそうなっていう、気持ちございますので、台風の目になってくれればなと思ってる次第です。5つ目、神選びっていうことで、見ます。はい、以上が、水曜日です。続きまして、木曜日でございます。1つ目、キノコ犬ということでね、なんか犬がキノコになって生えてきたみたいな、なんか結構心癒されそうな作品ですね。ストレスフリーの作品かなと思いますね。二つ目、ネガポジアングラーということで、人生のどん底に落ちている大学生が釣りに出会ってなんか人生変わるよみたいな作品らしいんですけど、結構期待してますね。三つ目、
星降る王国のニナということでね、見ます。4つ目、結婚するって本当ですか？ほんまです、見ます。5つ目、ダンダダンということでですね、私はこちら期待している作品の一つでございますし、世間的にもですね、めちゃくちゃ盛り上がってますから、面白くなればいいなっていうところです。6つ目、メカウデーということで見ます。7つ目、トリリオンゲーム、これトリリオンゲームも結構おもろなるんちゃうかなと思ってます。マッドハウスさんがですね、ほんとうまい具合に調理してくれる気してますし、初回は2話やるんですかね、2話連続やった気しますけれども、楽しみにしております。8つ目、ルロニケンシンっていうことで、3クール目ですかね、こっから面白くなると思いますので、あいつ出てきますもんね、包帯ぐるぐる男ね、はい、出てくると思いますので、楽しみです。ということで以上が木曜日です。続きまして、金曜日でございました。つめ 2.5 次元のリリサーということで、2クール目がね連続で放送されますけれども、楽しく熱く視聴していきます。2つ目、青の箱ということで、こちら私結構期待しておりますし、世間的にもですね、期待されている作品なんじゃないかなと思ってる次第です。2クールやるっぽいんですけれども、恋愛というよりも青春の部分が色濃く描かれていたらいいなと思ってる次第です。3つ目、ソードアートオンラインオルタナティブガンゲイルオンラインということで、2期でございますけれどもですね、こちら制作 A1 ピクチャーズさんにね、なってますけれども、1期がですね、スタジオサンヘルスさんやったんですね。で、そのスタジオサンヘルスさんが A1 ピクチャーズさんの中にね、こう入っていったっていうところで A1 ピクチャーさんになってるっていうことですよね。トモリルの演技楽しみたいと思ってます。4つ目、株式会社マジルミエということで、こちらもね私結構期待している作品でございまして、素敵なお仕事アニメになればいいなと思ってます。5つ目、ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうかということでですね、引き続き視聴していきます。6つ目、アイドルマスターシャイニーカラーズっていうことで、絶対2クール目面白いんですよ。2期ですか、公式的に言うと2期なんですけど、2期は1期よりも面白くなると私断言させていただきたいんで、1期見てて、わーシャニマス微妙やなと思った方ね、2期はええかなと思ってる方、ぜひとも1話から、4話までは見ていただければなと思います。1話2話ほんま面白いんで、よろしくお願いします。7つ目、魔法使いになれなかった女の子の話ということで、オリジナルアニメでございますけれども、こちらも期待しておりますので楽しみにしています。8つ目、東廃って読むんですかね、かけ麻雀の作品ということで、麻雀一切わかりませんけれども見ます。9つ目、ドラゴンボールダイマーってことで、ドラゴンボールはね、なんやかんやでおもろなるんちゃうかなと、深夜にやるってのはね、びっくりでしたけれども、楽しく視聴できればなというところでございます。以上が金曜日で、最後、土曜日、1つ目、おーい、どうも、もうこれ1クール目めちゃくちゃ良かったんでね、もう2クール目がほんまのスタートみたいなところございますから、楽しく視聴できればなと思ってます。2つ目、青のミブロってことで、見ます。3つ目、魔王2099、読み方わかりませんけれども見ます。4つ目、地球の運動について、もうこれがもう秋アニメ一番期待している作品なんで、面白くなってくれればなというところですね。5つ目、ブロック、なんか日本代表と戦うっていうね、ところでございますし、このアニメが放送される前に、劇場版ね、エピソード9も放送されるらしいんで、映画館行けなかったよとか、ぜひともね、9見ていただければと思います。ただの総集編です。6つ目、ランバー2分の1っていうことで、リメイクですね。マッパさんによるリメイクということで、私全然旧作見たことないんで、とりあえず男女が性転換するっていうね、ことだけ知ってますけれども、楽しく視聴できればな、というところです。7つ目、君はメイド様、こちらもね、おもろなるんちゃうから思ってますんで、はい、楽しみだな、と思ってます。ということで、以上が、私の視聴作品ということで、まとめますと、日曜日8作品、月曜日3作品、火曜日3作品、水曜日5作品、木曜日8作品、金曜日9作品、土曜日7作品、合計43作品視聴していきたいなと思ってる次第です。で、ワンチャン追いつけたら MF ゴースト見ますと、いうところで、43か44、それぐらいでね、推移していければな、というところでございます。ってことで、以上で私が、2024年秋アニメに視聴する予定の作品紹介でございました。チャンネル登録登録するかどうかお任せするんですけど、その動画どっかにあると思うんで、あと1本ぐらい視聴していただけますと幸いです。ハッピーラッキーみんな届け。